はい、どうも、たくみです。プロスピエースやっていきたいと思います。ということで今回なんですけども、前回ね、10チーム目キサ巨人で引いて、敗北したわけなんですけども、今回はもう一回チャレンジしていきたいと思います。はい、まあ今回はタイトルとかね、スタメンとかに多分あると思うんですけども、10チーム巨人で、巨人の選手5選手使ってもう5分の2で狙っていきたいと思います。菅野選手、坂本選手、5分の2だったら全然あるよ、全然ある。はい、マッソン選手、クック選手、ビアヌエバ選手、王選手、吉川選手、こちらの5選手、使っていきたいと思います。一応前回なんか外国人選手3人ゲットしたみたいなコンプリートとか言ってたけど、楊選手も一応外国人選手だったね。まあ、ただあれだよね、日本あの外国人枠には入んないんで、まあまあまあそこはちょっといろいろ許してくださいということで、この5選手使って、ミキサー引いていきたいと思います。山口選手の方に関しては一応ちょっと特訓してるんだよね。能力も高いし、まあ、全然 A ランクの凸次第では使おうかなと思ってたんで、まあ、あとはあれか、称号でね、9位も旧スタミナローチができたのかな、確か、にもできるので、まあ、それができればいいかなっていうので一応特訓もちょっとしてたので、まあまあまあ残しておこうかなということで、今回はこの5選手で、引いていきたいと思います。一応出なかったら、まあ、出ないことはない、出るんだけど、まあ、一応まだもう一回引くかもしれないよという感じでいきたいと思います。なんでます。はい、まあ、ここで出て、動画終わりです。はい、いきます。はい、5分の2だから頼む、5分の2は引いてくれよ、さすがに。いやー、40% だよね、 40% で出るんだよね。頼むよ、頼む、いけ。いやー、マジで来てくれ。できれば坂本選手がいいかな。別に確定されてないんでね、出ることが。まあ、菅野選手はほぼ確なんで、出ることはまあ最悪いいんですけど、坂本選手はまだ分かんないから頼む、来てくれ。よし、オッケー、よし、もう動画終わりだ、これで。とりあえず一旦ミキサーはもう引くことはとりあえずないかな。もうちょっといろんな選手が追加されてからじゃないと。まあ、次引くとしたらどこだろうな、筒香選手。んー、まあでも筒香選手も結局去年のシリーズ2使ってないからな。柳田選手、まあ柳田選手も言ってスピリッツ3000では持ってるからって考えるとあんまりいないんだけど、あ、オリックス枠かな。オリックス枠で山本選手、吉田選手あたりが出てきたらちょっとミキサー引こうかなっていう感じにはなるかな。うん、今ね、あれ平野選手がオリックス枠で使ってて、で中継ぎを森選手とハーマン選手手に入れたんで、入れ替えようとしたらオリックス枠がいなくなっちゃってってなると、野手で吉田選手入れとこうかなみたいな感じで、いろいろちょっとどうしようかなっていう感じで、オリックス枠にあの悩んでたんで、まあ TS で補えればいいんだけど、まあ補えなかった場合はちょっと吉田選手、山本選手狙ってオリックスでミキサー S ランク出たら引いていこうかなと思いますので、まあ一旦それまではミキサーはおしまいかなっていう感じかな。いや、よかった、マジで5分の1で当たって。まあ菅野選手の方に関してはおそらく熱狂で出ると思いますので、まあ、確定枠なかったらちょっとね厳しいですけど、まあ一応ゲットのチャンスはまだあるので、まあ、そっちで引けばいいかなっていうので、とりあえずまだねスピリッツ2900だったんで、坂本選手スピリッツ3100にできたんで、プラス200スピリッツ底上げできたよという感じでございます。まあセレクションになってね、能力さらに上がってね、パワー A とか乗ったらね、ちょっとこっちがもうすでに型落ちっていう感じになっちゃうけど、まあ、私立からパワーヒーとかあるかな。まあ今のペースでホームランとか打ってたら全然パワーヒー、パワー A あるからね、そうなったらやばいけど、まあそうなったらそうなったね、またそっちでゲットできればいいかなっていう。一応なんか特殊能力がチャンスになったんだよね、確か。超特殊能力が前は流し打ちだったんだけど、確かチャンスに変わったっぽいんだよね。ちょっと去年のは分かんないんだけども、はい、去年のね、3周年の時にゲットした坂本選手です、僕が。流し打ちだね。あ、じゃあ変わったんだ。一応、流し打ちよりかは多分チャンスの方がいいんでね、全然。まあ、
パワーアップという感じでございます。で一応あの特殊能力の方に関しては今のところ今年のシリーズでオーダーに入れようかなと思ってる選手は全部レベル5にしてますね。今福留選手とあと森選手がまだ2つずつぐらいまだレベル1とか2とかなんですけども、一応あの今もうアイテムも集めて半分ぐらい集まってて、まあもうすぐもうレベル5にできるぐらいの素材は集まってますんで、あとはちょっとやってレベル5にすれば、一応僕が今のところ、今年の2019年シリーズでゲットして、リーグオーダーに入るよっていう選手に関しては特殊能力全部レベル5になってるよって感じかな。ボルシンガー選手、浅村選手、森選手、ハーマン選手、福留選手かな。この5選手は多分もうレベルが全部特殊能力全部5、3つ全部5になってるんで、一応今年の目標としては今のところ達成はできてるかなっていう感じ。太田選手の方に関してはちょっとあのリーグオーダーに入れたかったんだけど枠の関係でちょっと今のところ入り入れそうにないので一旦は保留でやってないですけども、まあリーグオーダーに入れるようになったらば、5にしていこうかなと思ってますので、本当に今年に関してはもう一旦ちょっとねリーグオーダーに入る選手はレベル5にしていこうかなって思ってますんで、頑張ろうかなと思います。まあ一旦5にしちゃえばね、あの継承の時に多少少なく済むので継承継承で引き継げるんでね、まあそうなったら楽かなっていうので、最初の0から1が大変なんですけども頑張っていこうかなと思いますのでね、まあ、皆さんもね、今年のシリーズまだ始まったばっかですし、これを機にね特殊能力全部レベル5とかにね、してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ一応こんな感じでね、まあ証明という感じで全部5になってますよっていう。まあ福留選手はまだですね、まだ251、まあでも固め打ちを5にしてるっていう時点でね、まあだったらこっちのね超5にしろよっていう話なんで、まあここを固め打ち5にしてるんで、まあ全部するだろうということで、まあ信用してもらえるんじゃないかなと思います。で森選手もはい141と、まあ真ん中へね、あの素材が余ってたんでこっちが先に4になってますよという感じと、ハーマン選手も全部5っていう感じかな。で今、まあ、あとはボルシンガー選手の方に関しても全部5になっていますので、まあまあまあ今のところはうまくいってますよと。最近結構ねオーダーに入る選手、今の選手たちがガッと手に入ったんで大丈夫かなと思ったけど、意外とまあそれまでにコイン100万ぐらいあったから意外と足りましたね。まあもうでもコイン50万ぐらいなんで、まあコツコツね貯めていきつつって感じじゃないとダメですけど、まあ意外といけそうかなっていう感じでした。まあただねこっから先にもうさらに一気にリーグオーダーに入る選手が5選手6選手と一気にガッと手に入っちゃった時に厳しいかなっていう感じでした。はい、という感じで、ご視聴いただきありがとうございました。一発で坂本選手ゲットできてよかったです。とりあえずあそうか坂本選手も、特殊能力か頑張らないといけないし、まあ育成、頑張ろうかなと思います。最近ゲットした福留選手、森選手、ハーマン選手、あたり浅村選手あたりはストックの経験値使ってね上げたんですけども、坂本選手はまあ、自力で上げてちょっと経験値使おうかな余ってるんでっていう感じです。はい、という感じで、チャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ということで以上たくみでした。じゃあね。